妃の憂鬱第5話。違う、次回鈴宮春妃の憂鬱第13話、鈴宮春妃の憂鬱5。来週は超能力がすごいんだって。テレビの前にスプーンを用意してください。ではいきますよ、まあ、ガーレ。すごっ。造形は目標が空中にあるうちに終わらせるべし。まあ、ガーレ。お察しの通り超能力者です。そう呼んだ方がいいでしょう。まあ、ガーレ、まあ、ガーレ、まあ、ガーレ、まあ、ガーレ。今回もとくとーんとお送りします、ラッキーチャンネル。ナビゲーターの小宮明でピッコ、アシスタントの小野大輔です。早いものでもう21回目ですよ。そうですね、いよいよ大詰めになってきました。さて、それでは早速行ってみましょう。このコーナー、今週のマガーレ。